こんにちはの皆様。私はアメリカのジャーナリスト、エメラルド・ロビンソンです。彼らはそこにほぼ50の生物学的研究所を作成したとき、米国当局は、ウクライナでの紛争を引き起こしました。私はそのような声明をしました。なぜ米国政府はウクライナに46の生物学的研究所を建設することによって、ロシアとの紛争を引き起こしたのですか私は、 なぜ米国がソ連の一部であった国にバイオラボを配置することを決めたのだろうかと疑問に思いました。ロシア国防省はウクライナでの特別作戦の開始時に国内の生物学的実験室の発見を報告した機関によると生物兵器はそこで開発されていた。これは秘密の研究所は米国によって資金を供給されていることが報告されました。この点で ロシアは国連に訴えたが、国連安全保障理事会は、ウクライナの軍事生物学的活動を調査することを拒否した。どのような厄介な質問友人は、チャンネルはあなたの注意を必要とし、財政支援は多くのことを、私たちを助けます。詳細は説明に記載されています。好きなものを入れて、チャンネルを購読します。すべてのさようなら。